今日の県内は冬型の気圧配置となり、会津や中通りの北部を中心に雪が降っています。午前10時の各地の積雪は只見で227センチ、南会津町の南郷で162センチなどとなっています。福島市でも11センチを記録し、各地で渋滞が発生しました。この雪の影響などで、東北道の福島飯坂インターと二本松インターの間の上下線は現在通行止めとなっています。この後も会津や中通りでは雪の降るところがある見込みで、気象台では中通りに風雪注意報、中通りの北部に大雪着雪注意報を出して注意を呼びかけています。